下腹が気になる方は今回のプランクがおすすめです。はい、皆さんこんにちは、タートルです。本日の内容なんですけども、たったの10回で下腹にしっかり効く尻上げプランクを紹介します。最大のメリットとしては下腹にしっかり効きます。そして反り腰の方にもおすすめです。結構女性は反り腰の方が多いんですけども、そういった方でもしっかり腹筋に効かすことができます。まずメリットとしては腹筋しっかり効かすことができます。簡単に行えます。腰が硬い方にもおすすめです。お尻を上げたり下げたりしますから、その際にお腹にしっかり負荷を与えることができます。で、メリットとしては、骨盤が前傾していると全く効かすことができません。腹筋が弱い方はあんまり効かないです。腹筋が強い人、お腹に力がより入る人ほど負荷を加えることができますので、もしお腹がね、効かないよって方は、シットアップとかクランチとかをまずやってみてください。では、やり方を説明します。まず、お尻を高く上げて行うプランクなんですけども、通常通り、まず、こういう形を取ります。で、足をついて。で、こっから、ちょっとだけ足を近づけて、お尻を上げます。この時に、まず腰を一回反らします。骨盤を一回前傾させて、後傾させながら体を落とす。前傾、後傾させながらグッと落とします。お腹を締めた状態で体を下げることによって、腹筋がよりギュッと締まります。骨盤の動かし方なんですけども、この骨盤をですね、前傾後傾、前傾後傾、こういう感じで動かす練習をしてください。これでお腹をギュッ、ギュッと、お腹を締めることができればより効きます。では一緒に10回頑張っていきましょう。通常の形からちょっと足を近づけて骨盤を前傾。いきます。お疲れ様でした。いやー、腹筋にしっかり効きますね。止まっとくよりはですね、やっぱり動かしてる方が腹筋に効いてる感はないかもしれないんですけども、まあ、今回ね、しっかりお腹がクッとね、骨盤を後傾させている方はお腹に効いたと思います。おさらいなんですけども、下腹にしっかり効きます。骨盤を後傾させてお腹を締めて体を下げますから、締まってる腹筋が引っ張られる感じでですね、アイソメトリック収縮が起きるということになります。で、反り腰の方にもおすすめです。はじめ腰を反った状態から腰を丸めて落とすので、骨盤がね、うまく動かせれてる方には効いたと思います。止まっとくプランクとかですね、骨盤をやっぱりしっかり後傾させてキープしないといけないんですけども、だんだん疲れてくるにつれてですね、腰がだんだん反れる、お腹が下がってくる、そうなってくるとほとんど効いてませんから、まだ今回みたいにね、前傾させて後傾させながら体を落とす、また前傾させるっていう方が、後傾させてる時間が短いので効きやすいと思います。メリットとしては腹筋に効きます。簡単に行えます。腰が硬い方、腰が反れやすい方でもしっかり効かすことができます。お腹をしっかりね、グッと落とすことによって、その時に負荷がね、グッと加わりますから、お腹に負荷を与えることができました。デメリットとしては、効かなかったよって方は骨盤が前傾しちゃってます。しっかりキャットバックとか、こういう腰を反る、丸める、反る、丸める、こういう動きをしっかりやってください。骨盤を後傾させる、いわゆるお腹に力を入れて腹筋を縮めるっていうことができない場合は、脊柱起立筋に効きやすいので、腹筋がね、弱い方はある程度腹筋をして、お腹に力が入るようになれば今回のエクササイズが効くはずです。ということで、今回は下腹に効きやすく簡単に行える尻上げプランクの紹介でした。頑張った方、勉強になった方は、よかったらグッドボタン、コメントよろしくお願いします。 SNS されてる方はぜひぜひシェアして、タートルをチャンネル登録10万人までぜひ連れてってください。今日もご視聴ありがとうございました。